鍵も閉めます。あ、その込むんですね、本当に。ドリームの時はマジで、ただただびっくりした感じ、もうそれだけやったけど、今回、春シーズン怪我したのがあったから正直選ばれへんかなと思ってたけど、まあチャンスもらえたからしっかりそれに応えられるように頑張りたいなっていう気持ちもして、ドリームの時は本当にも自分のことしか考えてなかったけど、はい、まあそれで良かったと思うし、でも大橋監督もおっしゃってたけど、やっぱ一人一人がリーダーシップ取っていかなあかんと思うので、うちにうちにならないように心がけてます。まあ、ちょっと一言だけで、そうですね、まあこれまでもやし、まあこれから3週間このチームにおらんくて、まあその直接的な貢献はできへんけど、まあ向こうで強い相手と戦って、まあ、しっかり成長してこのチームにいいもん持って帰れるよう頑張るんで、皆さんも頑張っててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこのあと試合まで、まあ、5日くらいかなあるから、まあ、しっかり頭を整理して、フィールドで、思い切ったプレーができるように準備していきます。頑張ってください。ありがとうございます。まあ、試合終わってすごい悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、日本戻ってまた成長して秋シーズン勝てるように頑張ります。ありがとうございました。お久しぶりです。お疲れ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 。まあ、2週間行ってきて、まあそうですね、優勝できなかったけど、まあいろいろ学べたんで、まあ、それを2つ3つちょっとやらせてもらおうかなって思うん でまずやっぱりフットボールをやっぱみんなもっと好きになろう、好きになろうっていうか好きだと思うけど、もっとそれを表に出して、しかも喜ぶとこ喜ぶし、悔しがるとこ悔しがるっていう、そのエモーショナルにもっとプレーできるなっていうのがあって、でオフェンスもディフェンスも、オフェンスやったらエージョンやったら絶対タッチダウンになるし、マイクで、でディフェンスもエージョンやったら絶対止まると思う。でもなんで止まらんかって言われたら、一人一人の選手の味があるから、アサイメント通りにうまくいかなかったり、逆にうまくいってバチ止めできてる。だからアサイメントとかにこだわるのももちろんそうやけど、もっと一人一人自分の強みとか個性とか出しながら、もっとフットボール楽しみながらプレーしたらビッグプレーもっと起こせると思うし、で俺らもファンダメンタルのところで、まあ、まだ差はあるけど、そんな歴然とした差はないというか、この夏期間しっかりファンダメンタルやって、で自分のプレーで圧倒するっていうのを意識して練習していきましょう。はい。で、そう。で、あのどのチームでもやっぱ大事とされてることは一緒で、あれもっとやったらいいなとか、そういうのも大事やし、しっかり環境変えるの、環境変えてモチベーション上げるとかも大事だけど、今自分の目の前にあることをしっかりやるべきことを一個一個やっていったら絶対成長できると思うから、そこも意識していきましょう。はい。はい。まあ、2週間チーム離れましたけど、やっぱりこのチームが最高なんで。あ、日本一になりました。よっしゃ、よっしゃ、ウォーラーズ、まあ
帰ってきて最初の練習で、まあ、チームに向かってちょっとだけ話したりもしましたけど、まあ、これは完全に自分の好みなんですけど、まあ、話したりするってことは、まあ、忘れるしどんどん薄れていくから、それよりもやっぱ日常の自分の行動とかでとか、まあ、プレーとかで、まあ、表現していくっていうか伝えていくのが、まあ、一番いいのかなって自分は思うので、まあ、それを今後、まあ、継続していこうかなと思ってます。そうですね、うん、違いとしては違いというか、まあ、まずはオンとオフがすごいみんなはっきりしてるなって思ってて、まあ、やるとき練習とかミーティングのときはもちろんめっちゃもう全集中でやるけど、まあ、リラックスするときはもうちゃんとリラックス、全力でリラックスするみたいな、そういうオンとオフの切り替えのところはこの間のときもそうやったし、今回のカナダもすごい感じました。で、もう一個感じたのは、みんなすごい、なんだろう、あの人が好きなんだっていう、自分ももちろん好きやけど、うん、好きっていう気持ちとかをなんか、まあ、前面に出してプレーしてるというか、なんてやろう、まあ、嫌いになりたくないじゃないけど、そのうまくないと楽しくない、好き であってもなんか楽しくないじゃないですか。で、まあ、みんな高い目標を目指してるわけで、だからその目標を目指すモチベーションの源が、まあ、好きってところにみんな共通してあるのかなっていう。で、まあ、僕らもそこは、まあ、みんな持ってるやろうけど、もっとこの人好きになって自由にプレーしないといけないなっていうふうに思いました。まあ、オフェンスで言えば、まあ、ヒットのところでもっとファンダメンタルに、まあ、この夏立ち返れる期間でもあるし、もっとファンダメンタルのところ突き詰めないといけないなっていうふうには、まあ、ヒット負けしたとかそういうことじゃなくて、もっといいヒットできたなみたいなのは思うことがあったので、うん、この夏もう一回ファンダメンタルに立ち返りたいなと思います。そうですね、まあ、まず自分が活躍してチームを勝たせられる選手になるっていうのはまあ当然というか、まあ、そこはまあ、ずっと思ってきたことでもありますし、で、まあ、3年生、上級生になって、でかつ、まあ、そういうジャパンとかにも選ばれるようになってからは、まあ、自分だけじゃダメだなというか、チームも、まあ、自分のなんていうの、近いポジション、例えばクォーターバックとかも一緒に成長していく。のもそうやし、で、まあ、チーム全体にそういう自分の考えとか、まあ、プレーを伝えていくというか、まあ、見せていかないといけないなとも思ってます。まあ、個人はもちろんそうやし、チーム全体に対してもすごいいい影響を与える選手になりたいって今思ってます。